はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の支種シリーズの第19弾をお送りします。で、今回は実際に出された受験問題に加えて1問リクエストいただいた問題を入れております。で、全部で11問ありますので、ぜひ1回ね、ここで動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が解いていきますんで確認してもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあいつも通り画面下げますのでお待ちください。いくよ、よいしょ、ほっ、あ、惜しい、この辺かな。よし、で、いつも通りね、問題文ツイッターにも貼っておりますので、まあ使うようだったらそっちもね、チェックしてみてください。じゃあ計算問題ね、まずいきましょう。で、まあこの辺はね、もう本当にミスをした、あ、一応さ、参考記録で今回4分41秒かかりました。自分が解いたらね、すげえ難しいっていうのはないんですけど、そのめちゃくちゃ難しいみたいなのはないんですけど、時間かかるんですよね、今回の問題、特に11番。そう、じゃあまずいきましょう。で、ここはまあカッコの前にマイナスがいるので、まあルールとしてはプラスに変えて一緒にカッコの中の符号も変えようよっていう感じだから、8プラス13に変わるんで21で OK ですと。ね、どんどん行きましょう。で、早速2番ちょっとややこしいっすよね。まず指数が入ってる。で、これは、カッコの外に2乗がついてるので、カッコ丸ごと2個分です。つまり、カッコマイナス3かけるカッコマイナス3って意味。だから、この部分は9になります。9ね。で、プラスとかけるがあるんですけど、かけるを先に計算しなきゃいけないんで、こっち、指数の後はね。マイナス3分の1かける6。約分すると、これマイナス2になります。で、ちゃんと書くんだったら、プラスが残ってるんで、9プラス、カッコマイナス2ってなるんですけど、まあ9引く2と同じことなので、結果としては、7と。これで終わりです。で、次も、まあカッコのよく出てくる計算なんですけど、AB なので、こっち BA っていうね、本当にちょっとした引っ掛けなんで、引っ掛けというか、なんですけど、一瞬ね、実際の受験の会場で受けると、うって思う問題。意外とね、今はみんな思わないと思うんだけど、結構ね、こういうの止まるんだよね。うって。で、まず、最初のカッコに関しては、前に数字がくっついてないんで、そのまま外します。何もいじらないでね。で、こっちはプラス2分の1を、こことここに掛け算で配る。で、まず 2B に配れば約分されて B が残る。こっちに2分の1をかければ約分されてマイナス 3A になります。で、 A 同士 B 同士を計算する。 A 同士を計算すれば 4A、 B 同士をやればマイナス 3B と。これで終了です。で、ちょっと手で消しちゃったね。次が方程式いきましょう。で、これはまあ小数がある。まあちょっと一瞬嫌ですよね。で、小数のままもちろんやってもいいです。それでいけるよっていう方はそれで構わないんですけど、方程式。最初からイコールがある方程式になってるので、別に全部に10をかけたりすることができます。方程式だからね。なので、もう小数、個人的には嫌なんですよ。だから、全部に10をかけます、ここ。で、かけると、これはワンセットです。一つの塊です、今。ただ、10をかけると、この 0.2 が2に変わります。でも、カッコの中変わんないからね。こうだよ。10かけたらね。で、忘れずに、ここにも10かけるから 10x。ここに10かけて、プラス12です。で、あとは、ここを配って、やっていくんだけど、幅が足りないので、これ配ると 2x-4 ですよね。で、この 10x こっちに持ってくると 2x とくっつけて -8x。 この -4 こっちに持ってくると12とくっつけて16になります。で、あとは -8 で割れば x=-2 と。これで終了です。で、方程式なので一応合ってるかどうかのチェックができます。この答え -2 っていうのを一番最初の式に代入してください。ちょっとやってみようか。ちょっと今回動画長くなると思うけど。入れると、0.2 でしょ？で、ここにマイナス2が入るから、こうなる。で、右辺も、入れると、こうなります。で、こっちは、ここがマイナス4だよね。で、これ掛け算隠れてるから、
0.2×-4 する。そうすると、-0.8 です、こっちは。左辺ね。で、右辺は、-2+1.2すると、-0.8 です。左辺と右辺が一致したので、絶対に合ってます、この答え。っていう確かめもできるんで、まあ、余裕があれば。それか、全部終わった後にやり直しとか、見直しの時間にやってもいいですね。落とすともったいないからね、この問題は。で、5番がルートです。ルートはまず直しましょう。48。これはね、16×3 です。48っていうのはね。で、16が4の2乗なんで、これ4ルート3って入って、ん？待って。あ、全然入ってね。4ルート3になります。27、これは 9×3 です。9が3の2乗なんで、ルート27っていうのは、-3 ルート3に変えれます。で、こいつはそのまんま。こう。全部、ルートの中身が揃いました。だから計算ができます。足し算引き算がね。で、あとは、4-3 で1。1+5で6。だから、6。で、ルートの中身は変わりません。足し算引き算ではね。で、6ルート3で終了ですと。よし、6番行きましょう。次、二次方程式か。で、これ解くんですけど、まあ、二次方程式なんで、できれば因数分解でいきたいんだよね。ただこれ、因数分解できないんですよ。公式で。で、できなかったらどうするっていうのは、もう解の公式でやってください。なので、x イコール、a が1、b がプラス7、c がプラス5でやっていくと、2a、一応書くか。久々に書くか。最近書いてなかったからね。2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac です。よいしょ。もうね、暗記するのめんどくさいって思う方多いと思うんですけど、やっぱり全国のね、問題は解いてて、本当に出てくる、解の公式は。だから覚えた方がいいです。ぜひね。で、2a 分のだから2×1 で、下が2。マイナス b だから b の負、マイナスつけるんで、マイナス7。プラスマイナスルート B の2乗7749マイナス 4AC マイナス 4×1×5 なんでマイナス20です。で、あとはちゃんとルートの中にも計算して、2分のマイナス7プラスマイナスルート29。ルート29ってほにゃららルートほにゃららって直すことができないので、これはここで終了となります。よいしょ。で、次が7番です。ちょっとね、落としてた。y は x の2乗に比例し、x が2の時、y が1であると。で、これはまず、y は x の2乗に比例しって言われたら、2次関数なんで、y イコール ax 2乗使うんだよねって、まずここピンときてください。y が x の2乗に比例しって言われたら、これね。で、あとは、x が2の時に y が1って言ってくれてるから、y1 でしょ。で、x が2だから2乗して 4a なんだよ。で、これを解くと a イコール4分の1になります。これ解くとね。で、 a が出たんで、もし a を求めなさいって書いてあったらこれが答え。でも今回は y を x の式で表しなさいって言ってるんで、ちゃんと式を書かないと丸にならないんで、これで終了となります。で、次、8番ですね。これがね、リクエストもらったやつなんですけど、まあ、6回数学のテストがありましたと。で、第1回から第5回の得点がこれなのね。で、第6回求めろって言われてるんで、ここがわかんない感じ。6回目がね。で、こいつらの中央値が80点になるっていう。中央値ね、懐かしいですね。で、まずこれ、中央値の復習します。まず、中央値を求めるためには、これまあ、6回目わかんないんで、これ後に書きますけど、この5個、小さい方から並べます。いい？いくぞ。どうしようかな。74。ちょっと隙間開けたいな。77、78。で、83の96。これ小さい順番ですね。で、中央値っていうのはどういうものかっていうと、例えばだよ。例えば、6回目が97点とか、一番右に来るとします、ここ。ここにいる。何点かわかんないけど。その時中央値っていうのは端っこから1、2、3、ここが中央値。
この、つまり78と83のちょうど間の数ね。でもまあ真ん中の数。で、今計算すると、ここ 80.5 になります。ど真ん中なんで。一応出し方としては、78と83を足して161。それを2で割ったものがこれになります。いいかな。これが中央値。でも、80なってないでしょ。ってことは一番右とかにあっちゃダメだと。じゃあ、こっち側にあればいいかなってこっちに考えるんだよ。今度。いや、もちろんこんなことしなくてもいいんですけど。そうすると、中央値どこに変わるかっていうと、1、2、3でここですよね。間。77と78の間なんで、77.5 なんです。中央値。80なんないでしょ。じゃあ、どうするっていう。どうするかっていうと、この6回目の点数が、この辺の間に入ってくればいい。で、結論から言うと、78と83の間に、こいつ、第6回のテストが来れば、トン、トン、トンで、ここが中央値なのね。ここに80点っていう中央値が来ると。いい。こうなってればいい。じゃあ、ここの点数が何点だったら、中央値が80になるかって考えます。で、これをもしちゃんと計算するんだったら、X でしょ。ちょっとめんどくさいですけど、さっきやったように、足して2で割ったのが中央値なの。だから、78と X を足して2で割ったのが中央値って、これ解けば一応出てきます。一応やってみようか。両辺2かけて、160でしょ。で、78こっちに持ってきて計算すれば、X イコール82。つまり答えは82なんです。いこうやってやる。でも、ここ若干めんどくさいんですよ。この計算。で、この場合ね、いい、中央値でしょ。78とこいつの間が80なの。80から78は2個下がってんだよ。1、2って。じゃあ、当然、こいつも2個上がんなきゃ。真ん中に来るわけがないので、ああ、じゃあ2点上げて82でいっかって。それでいいです、全然。もちろん中央値の求め方も大事なんですが、これはここに X とか、第6回のテストが来ればいいよねってとこに気づけるかどうかが大事なんで、いいかな？こんな感じで解いてみてください。つまり答え、82点と。こうやってやります。いいかな？よし、もうだいぶ時間食ってると思いますけど、9番いきましょう。で、M と N が連続する正の整数です。で、A から A のうちに、偶数になるものを1つ選んで符号で答えなさい。ただし、M より N の方が大きいよっていう。で、このタイプの問題結構出てくるイメージがあります。個人的には、受験とか模試でもね。で、自分のやり方をしていいですか？今、条件として、まあ、L のが大きいっていうところと、連続する。よく書こうか。連続する、まあ、正の整数、プラスの数なんだよね。ってことは、これに当てはまる数入れちゃえばいい、自分で。決めればいい。連続するんでしょ？だから、1、2とか、2、3とか、3、4なわけですよ。で、M のがちっちゃいから、じゃあ M と N を、じゃあ例えば3と4にしますって、自分で決めちゃう。こうやって。で、あとは、A が M たす N なんでしょ？やってみればいい。7だよね。で、次が、N-M だっけ？これ 4-3 でしょ？ 1 だよね。M たす N たす2でしょ？3たす4たす2だから、9でしょ？で、それかけるんだよね。M、N。かけるから12でしょ？って。はい、偶数なのどれ？って言って。これだよね。偶数なってんの。これ、このルールに則った数、連続して M と N、N のが大きいって。ただ、5、6とかでもいいんですけど、絶対にこれしか偶数にならないんです。試しても。だから、あ、答え A でいいよねっていう。証明しろって言われてるわけではないので、自分で好きな数決めてやっちゃうのは絶対楽です。ビビってちっちゃく書いたんですけど、まだ下が空いてたね。ちょっと答えっぽくもうちょっと大きくしようか。これ入ってるよね。あ、OK、OK。っていうふうにやるといいです。これは、同じようなタイプの問題、だいたいこれで解けますんで、自分で好きな数決めてね、やってみてください。よし。で、10番。箱の中に白い玉がいっぱい入ってると。で、そこに、あ、標本調査の問題ですね。そこにオレンジの玉を200個入れました。で、全部いっぱいあるでしょ。いっぱいの中から50個を無作為に取って、そしたらオレンジが4個入ってた。じゃあ、
最初の白い玉何個ぐらいだったか推測しなさいっていう問題。で、このタイプの問題は、今ちょっと書きましたけど、白を求めたいんで X にしました。最初 X。そこにオレンジ200を足したんです。で、そっから、おーっと飛んだ。そっから50個を取り出したの。いい ?50 個。そしたらオレンジが4個入ってました。っていう感じ。で、標本調査に関しては、今、白、オレンジ、全部っていう3パターンの話しかないんです。これしかない。白かオレンジか全部。そこで、その3つのどれかを使って比を作ります。比例式ですね。で、今、結論から言うと、全部とオレンジで計算式、比例式を作ります。全部オレンジ。なんでこれを使うかっていうと、こっち、この話。50個取り出した中にオレンジが4個。今、50個を全部って考えたらオレンジが4個でしたってことを言ってる。だから、右側には全部で50個、その中にオレンジ4個って言って全部オレンジしか使えないから、だからこっち側も全部オレンジで作ると。で、今、これね。オレンジは200でした。入れたのがね。で、ポイントはここです。全部を X って書いたらこれ×食らいます。なぜか。全部で何個 ?X の中に200個足してるんだから、全部は X 足す200ですよね。これが全部で、その中にオレンジが200ありました。じゃあ50個取り出したらオレンジは4個でした。これで、全部オレンジ、全部オレンジで式ができたので、あとは、中、中、外、外、掛け算ね。比例式の解き方。外を掛けると、ちゃんと書くとさ、本当はね、こうなんだよ。こうやって書くんだけど、もう配るの分かってるんで、あとごめん、幅の関係でね。4X、プラス800、イコール、中と中かけると1万です。で、あとは解きます。持ってくると9200。だから、4で割ると2300と。これが答え。で、多分ね、回答欄におよそって書いてあると思うんですけど、まあ、一応およそつけとこうか。大体回答欄にあるんだけどね、およそ。2300個と。これが、答えというふうになります。さあ、ラスト。これ、一番時間かかるんですけど、箱の中に2、3、4、6、8、9のカードが入ってる。1枚ずつね。で、よくあるパターンですよ。2枚同時に取り出すと。その時に、この後なんだよね。取り出した2枚のカードに書かれた数の最小公倍数が1桁になる確率です。はい、頑張ろう。いきます。で、もう、カード、いっぱいあって2枚取り出す、同時に。もうね、樹形図、書き方覚えちゃいましょう。まず2。で、いつも言いますけど、自分樹形図書くときに左側の数字丸つける癖があるんですけど、気にしないでください。これ俺の癖なんで。で、あと3、4、6、8、9。だから、2、3、2、4、2、6、2、8、2、9。で、次3のとき。で、同時に取り出すんで、2、3と3、2のコンビは同じことになるから書いちゃダメだよ。枝の数が減っていくパターンです。4、6、8、9。次4の時。6、8、9。で、右。あ、まだいけるか。6の時が、8と9。入んなかったね。あ、変になった。8の時が9。この枝の数が減っていくパターン。で、樹形図完成しました。全部数えると15個の枝が出てるので、最後は15分のになります。まあ、約分するかもしんないけどね。で、あとは、最小公倍数が一桁になるとき。最小公倍数、小学校のときやりました。2と3の最小公倍数は、2の段と3の段を考えた、まあ、倍数ですよね。考えたときに最初に出てくる同じ答えです。だから6です。2と3は。いい?で、6が最小公倍数なんで、6って一桁でしょ。だから、丸。2と4の最小公倍数は4です。丸。2と6は6です。丸。2と8は8です。丸。2と9の最小公倍数は18なんです。18。だからこれダメです。で、全部確かめるの。一応全部やるよ。3と4、最小公倍数12なんで×。これは6なんで丸。次は、24で合ってるよね。はい。なんで×。これは9ですね。
31が3、32が6、サザンが9っていう答えと、クイチが9の答えが一緒なんで、これが最小公倍数。で、4、6。この辺ね、もうでかい数ならどうせないっしょって思うんだけど、4と6は12です。だから×。ここですね。4と8、最小公倍数8なんで、丸です。で、4と9は、36でいいのかな ?18、そうだね、36か。なんで×。こっち、もうね、やりたくないんだけど。24かな ?6、8は。で、これも18なんで、×と。まあ、丁寧に確かめれば大丈夫です。時間かかりますけど。で、丸の数数えると、1、2、3、4、5、6、7個。だから、15分の7。これ、約分できないんで、これが答えになります。といった感じです。いいかな。ではね、ちょっと長くなってしまったんですが、今回は高校受験対策の死守シリーズの第19弾をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。まあ、引き続きこの死守シリーズだとか、他の単元のもね、取っていきますので、もしよかったらそちらの方もぜひね、使ってみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。